どうも、かけむらです。今回も続き一つ目リッパー実況プレイやっていきたいと思います。まず続きをやっていく前にちょっとね、皆さんに謝罪しなければならないことがありまして、前回ね、最後また次回へ続くって感じで、動画を一旦区切る形の、その終わり方をしたんですよ、動画の最後。だったんですが、実はあの後ね、すぐにちょっと用がありまして、録画を切って、また今日改めて撮ってるんですよ。だから今こうして最初の挨拶があるんですけど、だから前回最後の挨拶をしてなかったと。申し訳ない。申し訳なかったです。ね。いつも通りなんかその終わるときは、なんかじゃあまた次回お会いしましょうみたいな感じでやってたんだけど、それがなかったのもちょっと申し訳ないなと思いました。ということで、やっていきましょう。前回ね、選択肢が出て、どっちにしようかなってこう決めかねてるところで終わったんですが、まあ、僕的な考えは実はもう定まっていてですね、もうすでにね、まあ、一日経ってるんで、はるくん、を信じようかなと思ってます。なんでかっていうと、まあ、その、あっきくんを信じて諭すのも、まあ、正しいんだけど、まあ、はるくんが一回わざわざめめちゃんの発言を、こう、抑止というか、まあ、静止して、止めて、で、なおかつそれで喋ろうとしてたわけよ。ということは、まあ、あきくんをその諭すことを、まあ、はるくんはしようとしてるんじゃないかなっていう。で、逆にはるくんが今からこの喋って、アキくんを諭すことができれば仲直りにもつながるんじゃないかなと、まあそういうところを踏んでまして、ハルくんを信じる方を選ぼうかなと思います。ということでじゃあ、ハルくんを信じて黙っている。新しい資料を入手したって出てたね。ハルヒコくんを信じよう。うん。お前が俺を嫌いなのは分かった。ならもう帰ったらどうだ？あんたが消えたら帰るよ。姉さんと一緒に。行かないね、一歩も。さっき言っただろ、メメは用事があるんだよ。これからファミレスに向かう予定なんだって。じゃあその用事って何？なんで学校にいる間に話さなかったの？同じクラスなんだから話せたよね。外食する理由は？ずかずか鋭いな。ああ、前半の質問は俺もわからんが、今から一緒に飯を食う理由なら答えられるぞ。何？友達だからじゃない？ほら！やっぱ分かってる。通じてるわ、俺とハルくん、心が。友達だからだ。友達と一緒に飯食って、くだらない話してるの楽しいだろうが、それ以外に理由は必要ねえだろう。そんなの知らない。信じられない。そう、アキくんは信じられないって言うんだよね。友達じゃないって言うわけじゃん。その友情が信じられない理由は何なんだろう。なんかあったのかな？そういう明確な理由の言えない関係は全部嘘だ。じゃあアキくんもその、じゃあ嘘だっていう明確な理由を教えてほしいよな。僕は、とにかく僕はこのまま一人では帰らない。絶対。ああ、じゃあそうしようぜ。決まりだな。お、え、どういうこと？は？お前も来るんだよ、駅前のファミレス。ああ、なるほど。その手があったか。4人で行くのね。は？なんで？姉さんを連れて行くなって話なんだけど。それは嫌だし、その話は関係ねえんだよ。言っただろ、友達とくだらない話しながら飯食うの楽しいって。ならお前は今から俺の友達ってことで。アルくん、俺お前のそういうとこ好きよ。は？よかった、任せ、正解だったな。お前友達いねえんだろ。一人の方が楽ってのは否定しねえけどよ、姉ちゃんに心配かけすぎだって。お前には関係ない。まあな、関係ねえよ。俺がお前と話したいだけだから。なんなのお前。いいやつってやつだよ。春
春彦くん、不器用だけどやっぱり優しいな。いつもそれに助けられてる気がする。うんうん、わかる気がするわ。これをきっかけに秋も何か変われたらいいな。あれ、先行ってなかったんだ。あ、千冬くん。さあ、万能お兄さん来たよ、万能お兄さんが。ここでさらなるサトシが入るんじゃないか。サトシ？千冬くん。千冬くんだった、サトシじゃなかったわ。よう、仕事片付いたか？あ、今、あれだからね、みんな本当に間違えたわけじゃないからね。本当にサトシだと思ったわけじゃないからね。一応ね。まあ一応ね。また生徒会長が行方不明でさ。生徒会長が行方不明？また？日常茶飯事の割にはちょっと大事件だけど。大事件だけど大丈夫？またかよ。んで仕事押し付けられたってことか。仕事というより仲裁かな。生徒会内の仕事で意見が割れててね。すいません、喉にピシーン来てがっつり咳込んじゃいました。すいません、失礼しました。ま、うまくまとめてきたからもう大丈夫。なんか急に喉の奥にさ、なんかチクって刺さったような感じしない？なんか足のさ、足にさ、畳がちょっとチクって刺さるみたいな感じがさ、こう喉に痛みじゃないんだけど、なんか感覚としてチクってきて、それで咳が出ちゃうことなんかない？あるよね、俺あるのよそれ。待たせてごめんね、めめちゃんも。ううん、大丈夫。ってあれ、弟くんもいるじゃん。一緒にご飯食べる？もう千冬くん、お前すぐ一緒にご飯食べるって今この状況で誘う感じがもうかっこいいな。いい友達じゃん。僕はどうでもいいけど、とにかく駅前向かおうぜ。そろそろ限界だわ。おお、春彦くんのお腹からものすごい音が鳴り響く。そうだよね、春彦くんお腹空いてたんだよね。申し訳なかったわ。秋行こうよ、たまにはね。そう、先輩方に奢ってもらえ。わかった。お姉ちゃんの一声が強いな、やっぱり。よし、さっさと行くぞ、さっさと。ステーキステーキ、ほら芽吹き弟。ちょっと触らないで、引っ張らないで。触らないでって、結構嫌がってるな。まだお腹空いてるのに元気いっぱいに見える春彦くんは、あ、失礼、秋の肩を無理やり押し付け、お腹空いてるのに元気いっぱいに見える春彦くんは秋の肩を無理やり押して、玄関から出ていった。春彦くんなりに仲良くなろうとしてくれてるんだろうな。本当にいいやつだな。秋も少しは心を開いてくれればいいんだけど。何かあったの？え、何が？いや、よかったってほっとしてるのが顔に出てたから。そんなのよくわかるね。まあね、伊達に次期当主なわけじゃないですから。さすが、コミュニケーション能力は尋常じゃないわけだ。で、めめちゃんはどっちに肩入れしてるのかな？肩入れ？弟くんが人間不信なのは見てればわかるし、めめちゃんが一番知ってるんだろうけどさ。春彦も厄介だからね、気をつけてね。どういう意味？さあ、バカは侮ると怖いよってこと。ほらほら、僕たちも行こうか。え、ちょっと、千冬くん。どういうことだ？春くんもなんか一癖あんのかね？見えてないだけで。また落ち着いた足取りで同じく玄関から出ていく千冬くん。私も慌てて追いかける。千冬くんってたまに難しいこと言うんだよね。もともと大人びてるから私をからかってるだけなのかもしれないけど。そうかな。まあいいか。いいかな。まあいいか。今はご飯ご飯。うん、秋のことは今日は一歩前進したかな。なんか心情の変化があるといいね。さあ、2日目のおそらくラストイベント、ファミレスに来ましたよ。
あら綺麗、整った店内ね。みんなはガスト派とサイゼリア派どっちですか？よろしければコメントください。うん、美味しかった、ごちそうさま。最後の一口を飲み込んで食器を隅に寄せる。千冬君と春彦君はもう食べ終わってて、隣に座る秋を見るとまだ食べてるみたい。やっぱ体でちっちゃいからあれなのかな、食べるのゆっくりなのかね。もしかこの状況でちょっと胃が萎縮してんのかもしんないね。秋、お腹いっぱいなら無理しちゃダメだよ。そうそう、分かってる。そうじゃなくて、どうした？ちらりと秋は対面に座る二人を見た。私も同じように視線を向けると、春彦くんはなぜか目を閉じて真面目な顔をしている。なんで？食費でも計算してんのか、一週間の。春彦くん寝てるの？起きてる。何やってるの？感謝してる、牛に。その通り、それ大事よ本当に。いただきますとごちそうさまでしたは本当に大事なことだからね。皆さんも絶対欠かしちゃダメですよ。もうカップラーメン作って速攻でそのままかぶりついちゃダメだからね。ちゃんといただきますって言うんだよ、一人でも。放っておこう。まあ彼の場合はバカなんだけど、食べるのに集中できないんだけど。やっぱこの状況でちょっとね。そうだよね、そりゃそうだよね。僕？うん。なんだ、食べてるとこめっちゃ見るタイプの人？やっぱり。確かにさっきから千冬くんは秋を眺めてニコニコしている。何考えてるか一番わかんないからな、実は千冬くんが。あとずっと思ったけど、その眼帯が何なのか後々出てくるのかね。なんで眼帯してんのか。いや、こうして一緒にご飯を食べられるのが嬉しくってね。なんで？今までなかったからかな。そうだよね、何度か対面してるんだもんね。こういう些細な日常の変化が人生を形成してるんだなと思って。人生形成論まで飛び出したよ。意味わかんない。私も大体同じ気持ちなんだけど、千冬くん、確かにそんなに見られてると食べづらいと思うから。ごめんごめん。あー、春彦、お茶入れてきてよ。自然にパシろうとする。俺は今イネに感謝をしてんだ。ちょっと待て、今度はイネか。この人って頭おかしいの？おかしくはないよ、ちょっと残念なだけで。まさしく残念なイケメンだな。メメ、聞こえてるからな。次は野菜にも感謝しなきゃいけないから見逃すけど。ああ、はいはい。稲も牛も野菜も食べてくれてありがとうだってさ。だからせめて席どいてくれない？僕出れないんだけど。マジか、俺の感謝は届いてるのか。マジだよ。そしてそういう食事に、食事の感謝をするときに便利な言葉があるんだよ、教えてあげる。マジか、そんな魔法の言葉が。ごちそうさまでした。はい、副将。ごちそうさまでした。わかったらどいてくれる？お茶取りに行きたいんだよね。本当に先輩なの、この二人。あ、この人。ごちそうさま。お、食べ終わったか。あ、私飲み物取ってくるよ、ちょうど私の分なくなったし。なんで姉さんが行くの？こいつに行かせればいいじゃん。本当に溺愛してるな、姉を。あ、俺をパシロってか。いい度胸じゃねえか。てかお前も来い。なんで？食い終わったんだろ、姉ちゃんのはお前が持ってってやれよ。わかった。秋が素直になってきてるのか、春彦くんが秋のことを理解してきたのか。とにかく学校の玄関での緊張感はもうなかった。そうだね、だいぶいい関係になってきたね。いいことだ。姉さん、何がいいの？あったかいのがいいな、紅茶かな。あら、おしゃれ。わかった。地冬には一番うまいやつを持ってきてるから安心して待ってろ。なんかすごく嫌な予感がするな。はーい、
いろんなの混ぜて持ってくるとか、そんな幼稚なことは春彦はしないって信じてるから、安心して待ってるね。はい。やる気だったな。まあ今の言いぶりはやる気だったよ。あの二人が仲良く、ファミレスでドリンクバー取りに行ってんの、いいね。嬉しいわ、なんか。ジュースサーバーに向かった二人の背中を見て、やっぱり少し仲が深まったような気がする。なんだかんだやっぱ先輩だよな。よかったね。え？弟くんのことずっと心配だったんでしょ？秋には案外春彦くんみたいな人の方が必要なのかもね。そう？春彦に任せてると雑に育つよ。ああ、それはちょっと否定はできないけど、否むことはできかねるけどね。別に全部を任せはしないけどさ、秋、初めて会った時からずっと私以外の人を信用しないところがあって、それをその人格を形成しちゃったのはどういう理由なんだろうね。あ、そうなんだ。ああ、義理の弟なんだもんね。家族になったのは中学の頃だっけ。私も初めは頼ってくれるのが嬉しかったから何でもやってあげようとしててね。そうか、義理の弟だったのか。それはちょっと存じなかったね。今思うとそれは秋の人間不信に拍車をかけてたのかもなって。そうか、お姉ちゃんさえいればってなっちゃったのか。それはあるだろうね。おかしいレベルのシスコンだし。まあまあまあ、その言葉俺あえて使わなかったけどな。あえてな。だよね。どうしたらよかったのかな。まあそんなもんじゃない、家族なんて。まあ家族でも親戚でもね、信頼関係ってのは大事だよ。嫌でも接する機会が多いんだから、常に正解なんて選べないよ。人格形成への影響が大きいのも明白だしね。やば、俺中風君と同じ言葉使っちゃった、さっき。どうしよう、もしかしたら俺も次期投手ぐらいにはなれるレベルの脳みそしてるかもしんない。自分がああしていればこの人はもっと違ったのかな、なんて。家族に対して尽きることはないでしょう。それに今人間不信の弟くんにも一人は信じられる人がいるわけだよね、めめちゃんのおかげで。それは彼にとって不幸だと思う？じゃあいいんじゃない、これからうまいことやれば。千冬くんって本当大人だよね。まあね、成長していかないとやってられませんから。否定しないところも千冬くんらしいな。でも意外だな。千冬くんも家族に対して後悔してたりするんだなって。まあうちはちょっとスケールが違うかもね。まあいいお家柄だもんな。だよね、あの身の分けだし。僕があの時あの人の能力を疑ってれば、あの親戚はこの町にまだいられたかもなとか。あの親戚の奥さんが信仰に薄いことをもうちょっとついていれば、あの人の地位は守られたのになとか。ごめん、本当にスケールが違うね。あはは、冗談だよ。本当か？冗談には聞こえなかったな。本当に冗談なのかな。ジフイ君のうち、身の分けはずっと古くからこの町に住んでいる一族。親戚はかなり多いみたいで、それ名字の人は大体偉い人、何かの会社の社長だったり職人だったり。でも千冬くんのお家が正当な身のわけらしい。ああ、なんていうの、直系みたいな感じか。身のわけの人はみんな千冬くんに敬語を使ってたし、一番偉いってことなんだと思う。まあ、次期当主だからね。千冬くんのお父さんは身のわけの当主として新職でいいのかな、
のお勤めをしてて、ジフユ君はいずれその後継ぎになるんだって。お、帰ってきた。待たせたな、ジフユ。ほらよ、コーラ。僕ってこういうの飲むイメージ？あ、持ってきてやったんだから文句言うなよ。散々お茶お茶って言ってたのに。あー、いや文句じゃなくてさ、姉さん、はい、紅茶。あ、ありがとう、アキ。砂糖は一つ、ミルクはなし。フレーバーは いっぱいあったから、種類はストロベリーを選んだよ。うん、美味しそうだね。合ってるよね。ん？姉さんの好み、理解できてるよね、僕。あら、気にしてんの？ん？大丈夫だよ。うん、ならいい。おかしいなあ。どうしたの？僕、甘いもの飲んでるところ見せたことないんだけど。ああ、確かに学校ではお茶飲んでるよね、いつも。甘いもの好きじゃないイメージだね。春彦君、ちふゆ君にコーラ持ってきたの？あ、持ってきてやったんだから文句言うなよ。友達って好みを把握してなくても続けられるんだね。あんたみたいなポンコツにはちょうどいいね。アキ、だからそういうことは言わないの。あー、ごめん、なんか勘違いさせちゃってるよね。僕ね、今感動してるんだよね。ごめん、どういうこと？あんまり詳しく言うと、春彦がさりげなくしてくれた気遣いが全部バレちゃって、照れ隠しでめんどくさくなるから、簡潔に言うと。めんどくさくなるってなんだよ。俺はな、別にな、あのコーラとコーヒーを間違えただけだぞ。あ、もうすでにめんどくさくなってるからいいや、全部言うね。あ、まあ簡単な話だよ。僕本当は甘党なんだ。でも外では絶対口にしないようにしてたし、隠してた。でも中学の頃にバレてるんだよね、春彦には。春彦のことだし、普通に忘れてて何も考えずにコーラ持ってきたのかと一瞬思ったけど、わざと持ってきたみたいだから気使ってくれてるんだなって。よくわかんないんだけど、なんで自分の思考を隠す必要があるの？確かにもっと未成年飲酒とかだったら隠すのはわかるんだけど、それこそ隠さないでほしいけどね、友達だし。それは古い家の古くて硬い脳みその人たちを、の指示を得るためだよ。なるほど、甘ったれんなってことか。ああ、ミノは？そうそう、こんなくだらないことだけど、積み重ねたら評価には響くものだから、春彦にそれを話してたからさ。そこまで言っちまったらまずいんじゃないのかよ。お前の言動筒抜けなんだろ。まあね、でもいいんだ、もう僕の将来はほぼ決まったから。ってことは今もどっかで誰か聞いてるってこと？そう言って笑って、ちふゆくんはコーラの入ったグラスに口をつけた。ちふゆくん、いつも笑顔で明るくて、でもやっぱりお家のしがらみはあるんだよね。なんかわかんないけど、お家って言っちゃうな、間違えて。私の想像できないくらい悩んだり苦しんだりしたんだろうな。最後の言葉の意味は、わかるようでやっぱりわからないような、まるで遠い世界の話のようだった。はい、締めっぽい話終わりな。いきなり大きな声出さないで。ああ、切り替えが早いのが俺の長所だ。慣れろ。でないと俺の友達は務まらん。なあ、めめ。なあじゃないよ。慣れてないよ、全然。びっくりするから、ほんとそれ。
ああ、メメは軟弱だな。見ろこの堂々とした態度のチフユを。全く動じてない。まあ慣れだよな結局。なチフユ。じゃあもうそろそろ本題に入ろうか。うん、全スルー。友達だからこその全スルー。チフユ？まあお察しの通り今年のお祭りのお話なんだけど。そうそうそう、気になってた。チフユさん、早く切り上げないと会話に入れてもらえなくなっちゃうよ。ああ、祭り、祭りな。なんだっけ、キツネうどん祭り。キツネ渡し祭りね。ああ、そうそう、それな。ご存知の通り、カナエの巫女はお祭りの少し前に選別の儀式で選ぶんだけど、なんと、今年はメメちゃんが選ばれまして。うんうん。すまん、カナエの巫女ってなんだ。選別の儀式って何したの。まさかとは思うけど、変なことはしなかったよね。君たち本当に二キツネ町の住民なの。あ、待って、これなんかコメントでなんかこれなんて読む、なんとかって読むんですよみたいなのあった気がする。あ、二子町だ、二子町です。今度から二子町って言います。の住民なの。すまんすまん、ほら俺引っ越してきたばっかじゃん。それ前も言ってただろ。君が引っ越してきて1年と半年は経ってるし、その間に狐渡し祭りの説明もしたんだけど、ねえ、姉さんには指一本も触れてないよね。いや、指は触れたんじゃない。は？言い方、わざとだろ絶対。ああ、違う、秋、選別の儀式はなんていうか、やること自体は簡素だったんだよ。おみくじみたいなのが渡されて、開いたら私のに巫女の証が書いてあって、そのくじを渡すときに指くらいは触れてるんじゃないかな。まあ僕はその場にいなかったから知らないけどね。そう、てっきりあんたが儀式をやったのかと思った。ありがたそうなお言葉を唱えていたのも、私におみくじをくれたのも、和装の女の子だったな。あら、そうなんだ。あんなのか、無駄くちゃ、玄の巫女さんなんじゃないの。現役の。その人がほとんど取り仕切ってて、他の和装の人は見てるだけだったよ。そっか。本来は神職が一人、他に、数人の補助が手伝うんだけど、はあ、正式な、儀式の場でいい度胸だよ。少し釘を刺すかな。ああ、女の子一人にやらせてたんだ。クソ野郎たちがいたもんだ。チフユ君？思わぬところでチキる形になっちゃったのか、もしかして今。ごめんね。ごめんね、クソ野郎さんたち。ん、ごめん、なんでもない。さすが次期当主、ちゃんと脳みそを巡らせるね。なんでもないっていう割には、ものすごい冷たい目をしていたけど、ちゃんと真面目に取り組む気でいるんだな、チフユ君は偉いな。チフユ、カナエの巫女ってなんだ？そうそう、それ気になるよね。何をする巫女さんなの？まずはお祭り自体の説明をするね。お願いします。おお、頼む。ちゃんと覚えないよ、春彦くん。任せろ。全く信用できないけど、この二子町に古くから伝わるお守り、お守り？お祭り。ごめんなさいね。狐渡し祭り。毎年こ、時期は決まってて、11月に行われてる。11月というと、あと、1週間もないね。毎年取り仕切ってるのは、組の子神社かな。組の子神社。合ってるかな。組の子神社で行くか。の神主。まあ僕の父なんだけど。そうなんだ。今年は僭越ながら、僕が務めさせていただきますよ。まあ友達が神主ならね、いいじゃない。
信頼できるわ。よろしくお願いします。と言っても僕の役目はほとんど裏方に近いから。キツネ渡し祭りはね、当日は屋台が出てたり一見よくある普通のお祭りなんだけど、主役はカナエノミコなんだ。カナエノミコはお祭り当日、組の子神社から歩いて本殿を目指す。本殿って唐子山にあるんだよね。そう、そんなに遠くはないけど、ただ、目指すだけじゃなくて、カナエノミコには役目がある。それは町の人々の幸せを神様に届けること。ほう。具体的に言うと、当日町民には神社で赤い糸が配られるんだ。幸せを手繰り寄せる赤い糸。カナエノミコはたくさんの町の人に会いながらみんなの赤い糸を集める。そしてそれを本殿に奉納する。あー、なるほど、ちゃんとした流れがあるんだな。へえ。で、そのミコにメメが選ばれたってことか。うん、そんな大役私がやっていいのかすごく不安なんだけど。大丈夫大丈夫、神様が選んだんだからちょっとくらい失敗しても許してくれるんじゃない。まあそうだね、選んだ方の責任ってのもあるからな。そんな適当でいいの。平気平気、何かあったら僕がカバーするし。お、次期当主の言葉はめちゃめちゃ重いな。信頼できるわ、そのカバーという言葉。ジフユ君、ミノワの神神職、もうこれ毎回忘れちゃうわ、合ってるかの読み方、神職のお家なのに信仰心があるのかないのかよくわからないな。まあちゃんとあるんじゃないかな。しかしなんでメメなんだ、町の住民から決めてんだろ。ジフユが不正したとしか思えねえんだけど。失礼だな、残念ながら僕は何もしてないよ。っていうか、不正でどうにかなるならメメちゃん以外を選ばせるよ。お祭りなんだし自由に楽しんでもらいたかったもん。ああ、確かにそうだな、メメは屋台とか回れねえのか。え、一回も。それはやだね、アンザーメン買っといてあげな、アキくん。そうだよね、アンザーメン食べたかったな。ちなみに俺アンザーメン嫌いだけど、リンゴ飴食べたい。リンゴ飴食べたいな。リンゴ飴食べたくなっちゃった。お祭り関係なく買えるとこないかな。ん？カナエノミコとしてのお役目が始まるのは祭りの後半だから、遊んでる余裕はあるよ。あ、そうなんだ。じゃあ、アンザーメ買えるじゃん。リンゴ飴も買っといて、じゃあ俺の分も。え、ほんと？うん。ただ当日はちょっと動きづらいかもだけど。動きづらい？どういうことだろう？あれかな？衣装とかじゃない？ねえ、さすがに当日は暗いし、本殿までの山道は危ないよね。確かにそうだな。ま、俺ついてってやるよ。それは心強いかも。なんで当然のように当日姉さんと一緒にいられると思ってるの？あ、屋台も出るんだろ。去年は忙しくて行けなかったけど、がぜん行く気になったからな。そんなら友達と行った方がいいに決まってんだろうがよ。私も屋台見て回りたいから一緒にいてくれると嬉しいかな。あ、ちふゆくんは一緒に回れる時間ない？ん？いや、僕の仕事も後半がメインだから最初は一緒にいられると思うよ。よし、決まりだな。また僕から姉さんを奪うの。アキ、ああ、あのな、めべき弟、お前も一緒に来るんだよ。は？だからお前も一緒に回るの、俺らと姉ちゃんと一緒に。それなら文句はねえだろ。静かに秋はうなずく。あら、やっぱりちょっとずつ心を開いてきたね。やっぱり勘違いでも何でもなく、二人は打ち解け始めてる。
このまま友達といる楽しさが分かれば秋も、そうだね、自立に一歩近づくかもね。一個だけ言っておきたいんだけどいいかな。当日カナエの巫女が、カナエの巫女のお役目が始まったら一緒に行動するのは厳禁だから。あ、ダメなんだ。え、あ、なんでだよ。お役目が始まったら、その瞬間からメメちゃんは芽吹きメメではなくてカナエの巫女だからだよ。は？誰か一人にひいきしたりしたら神様が怒っちゃうからって理由で、お役目の最中は友達と一緒にいたりするのはダメなんだ。そうなんだ。あ、夜道で危ないのは事実だから、付き人はこっちからつけさせてもらうから、そこは大丈夫だよ。おお、なるほどな。だいぶ重要な役みてえじゃねえか。メメにできんのか？だからそう言ってるじゃん。私も不安なんだよ。まあまあ、年に一度しかないお祭りだし、貴重な体験ができるって捉えてもらいたいな。そうなんだけどさ、具体的にどんな動きするのかとか全然わからないし。めめちゃんは去年のお祭り来てたよね。行ったけど、巫女さんには一回会って赤い糸を渡しておめでとうって声かけて、その先は知らない。おめでとう？おめでとう？なんだそりゃ。金井の巫女さんに赤い糸を渡すとき、おめでとうって声をかけるんだよ。合ってるよね？うん、合ってるよ。なんでなんだろう。へえ、何がおめでたいのかよくわからんな。簡単に言うと魔除けの言葉みたいなものかな。魔除け？魔除け？誰が守られるための？カナエの巫女が鬼に連れ去られないようにするための言葉。鬼？ああ、なんか聞いたことある。鬼？おとぎ話かよ。実際おとぎ話みたいな逸話が残ってるからね。鬼の話はめめちゃんにだけすればいいかなって思ってたんだけど。何？やっぱり何か怪しいこと姉さんにしようとしてる？疑心暗鬼がすごいな。してないよ。なんだっけ、お祭りの日には鬼が出るんでしょ？鬼が巫女さんをさらわないためにおめでとうって声をかけるみたいな感じだったよね。何？鬼はおめでとうが嫌いなのか？めめますます危ねえじゃん。やめてよ、ただの逸話でしょ。半分正解だけど半分違うかな。カナエの巫女と同じように鬼役も町民から選ばれるから、実際に当日にはいるよ、鬼が。あ、鬼役がいるんだ。あ、そうなのか。鬼ごっこやん。は？何それ。アキくんの動揺がすごいよ、大丈夫？聞いてないよ。もう選ばれてるの？誰？さあ、僕も知らない。なんで？そんなわけ。残念ながら本当に知らないんだよね。鬼役を選ぶ人が誰なのかも、鬼役が誰なのかも。どういうこと？お祭り当日に鬼が現れた話も聞かないし、巫女が連れ去られたことだってない。でも逸話としてお祭りの伝統として残ってる役割、それが鬼なんだ。それって実際には誰も選ばれてないってことか？さあ、そういう噂も流れてるみたいだね。ご想像にお任せするよ。いやー、うさんくさいけど怪しいな。逆にちょっときな臭さがあるね。うさんくさいだよね。僕もそう思う。いやでもなんかそういうのに限って実は本当にいたりするんじゃないか。千冬くんが言ったらまずいんじゃ。お、セーブだ。美濃家次期当主としてはお祭りの概要を説明する義務がある。でも僕は
ただお祭りを楽しんでもらいたいだけだから。両立って難しいんだよね。あんまり難しく考えなくていいよ。当日のことはこれから教えていくから。そっか、わかった。姉さん、本当にやるの？まあ拒否はできないんでしょ、多分。うん、ちゃんとできるかはわからないけど、確かに貴重な経験にはなるよね。私なりに頑張るね。よろしくお願いします。うん、ありがとね。よろしく。あー、でもなんとなくね、お祭りのそのかなえの巫女の役割とか内容についてはやっとわかりましたね。